こんにちは、ヤガミです。今日は6月の19日の月曜日です。ということで移動になったので Vlog やっていきたいと思います。今さ、ちょっとあの企画のプレゼンをまたやってきてさ、あの街の人に、街の人とか区役所の人とか、今日はね、この間なんか30人ぐらいおったけど、今日は10人ちょっとぐらいだったかな。まあ、10人ちょっとぐらいの人に対して、あの、プレゼンをするということを今やってきました。ほんでなんか、もうその場で、あの、OK ですみたいなのになって、今から帰るとこ。だから、ちょっとね、11月の19日に、名古屋港で、ちょっと音楽イベントをやりたいと思います。ということで、もう行っていいらしいけど、でもこれもさ、まだ出すときに、街も絡んでるんで、その俺ら単体ではさ、こうバーって勝手にやっていけないもんで、でとりあえずなんかあのやるっていうことは出してっていいらしいんだけど、でも今日通ったからとりあえずあの本押さえもしなかんでしょ、今仮押さえだもんで、とかいろいろやってからになるんだけど、ですね、11月の19日に名古屋港で、名古屋港ミュージックストリートっていうイベントを第1回をやろうと思ってます。で、イメージとしては、まあ、名古屋でいうと金山駅とかさ、東京だとさ新宿とかさ、なんかストリートライブってやっとるでしょみんな。でなんかなんていうの、10メートル先ぐらいで違う人が歌っとったりとかさ、なんかあるでしょストリートライブって。でその形式でちょっとイベントをやりたいと思ってんの。っていうかやるの。もうやる。決まった。ほいで、普通はさ、野外でイベントやろうと思ったらさ、こうステージを組んでさ、やるでしょ、なんか。で、10組ぐらい順番に朝からずっとやってみたいな。まあそういうスタイルも考えたんだけど、ちょっと他でやってないことやりたいなと思って、で、ちょっとね、今回やるのは、まあ要は、金山駅ですよ。まあ、名古屋の人しかわからんか。名古屋で行ったら金山駅なんですよ。で、ストリートミュージシャンが、バーって集まって、同じ公園に。そこで、ブースを各ミュージシャンに振り分けまして、もう好きにやってもらっていいんですよ。ほんと、路上ライブみたいな感じなんで。で、その、公認の路上ライブができる場所を提供します。で、そこでもう一気に、20人ぐらいが全部違う歌を歌い始めるかもしれんし、30人ぐらいが違う歌を歌い始めるかもわからん。みたいな、路上ライブ、公認の路上ライブのスペースみたいなイベントをやります。で、そこへ、ちょっとマルシェ的なものをやったりとか、まあ、ちょっとね、新しい感じの音楽イベントっていうのを、名古屋港で今年からやってきますよ。噛んだ。やってきますよ。だけどさ、一回目だから、とりあえず。何がどうなるかわからんわけ。やってみないとわかんないの。だから、まあ、ちょっと今年は、ちょっとミニマムにね、やろうと思ってます。で、そこでどういうような課題が出てくるかっていうのを確認する意味でも、まあ、当然、その一回目も盛り上げていきたいと思ってますけども、でそれを、さらにブラッシュアップして、来年、再来年って、その年に一回のイベントにしていきたいと思ってる。で、そういう音楽イベントを、まあ、うちの会社単体でやったりとか、まあ、それも全然できんことはなかったんだけど、どうしてもね、やっぱり俺、港の街をちょっと盛り上げたいっていうのがあって、で、その、ちょっと役所とか、その街を絡めてね、そのイベントをやりたいなと思って、まあ、その話がちょっとまとまった感じ、今日。まあ、一回目はミニマムだけど、やっぱりさ、例えばこう大きくしていこうと思うとさ、いろんな問題があるでしょ。警察の許可を取らなあかんとかさ、なんか交付だとかいろんなのがある中で、やっぱ街が絡んでるっていうのは、すごいいいことだし、だけど、俺らが好き勝手やることをバックアップするために街がつくってことはまずありえないでしょ。やっぱ、街のためになることをすれば、街の協力も、得られるでしょう。だからやっぱり本当に街を盛り上げていこうと思うと、やっぱ一会社とか一個人ではなかなか難しいっていうのは、まあ今までも何度かそういうのをチャレンジして思ってたんで、
どうしても今回は街を絡めて1回目をやって、でちょっとどういう風かっていうのを知りたかったわけだから、まあ今回は1回目はミニマムにはなるけど、ちょっとね、それをいい感じに終わらせて2年目3年目につなげていきたいなと思ってます。そんな感じだからさ、イメージつくかな。なんかさ、区画分けしようと思ってて、結構広いのね、公園が。端から端まで200メートルぐらいあるんじゃないかな、もっとあるんかな、もうすごい広いわけだから、そこにまあ何組になるかって、今からちょっとサイズ測って何ブース作るかっていうのはあれなんだけど、もうなんか決められてるわけよ、路上ライブやっていい場所を。で、隣の人とせーのでやったらもう違う曲が隣に流れちゃうけど、でもそれってなんか最近少ないけどさ、昔の歩行者天国、歩行天とかさ、そのもう真横でバンドやっとったりとかしてやってたでしょ。だから、最近のなんか、PA がないとライブできませんとかさ、なんかそういうのをちょっと全部ぶっ壊して、原点っぽい音楽イベントにしたいと思ってる。で、アンプ持ち込みは OK にしようと思ってる。発電機持ち込みは NG で、要は本当にストリートライブですよ。アンプ持ってきて OK 流して歌っとる人もおるでしょう。なんか駅とかで。あれは OK にしようと思ってる。だからちょっと電池式のアンプで何ワットぐらいまでは持ち込み OK ですよとか、あとドラムはちょっとダメだけどカホンならいいですよとか、ちょっとルールを定めてね。で、全員で80組ぐらい集めたいなと思ってる。80組か100組ぐらい。その、まあストリートライブだからさ、ガチバンドっていう感じではないよね。なんかそのソロのミュージシャンとか、あともうストリートパフォーマーなんかも募集したいと思ってる。で、全員で80組、まあ今の計算だと80組ぐらいかなと思っとるんだけど、その人たちの宣伝も兼ねて、出演者の宣伝も兼ねて、ちょっと一気に告知していきたいなと。で、出演者も街もそのイベントもこうなんか広がっていけるような、ウィンウィンウィンになるような形で告知をしたいなと思ってて、だからね、まあそんなような感じで、もう間もなくですけども出演者を募集しますんで、ちょっとそのストリートライブとかに興味がある人、ぜひぜひちょっと11月19日チェックしといてください。そんな感じで、まあ今はそのプレゼンが終わったからね、今から栄行って、ほんでちょっと税理士に提出する付属資料があるんで、それを今からダッシュで用意して、で、動画を納品して、で、今日はそれを終わらせないかんかな。あと、お金を明日の朝入金しに行かなかん。もう明日20日だで。で、それやったら、明日の昼ぐらいにちょっと名古屋を出て、横浜行く。東京かあれ？東京と横浜の間行く。そんな感じで。今日中に収めなきゃいけないことがいっぱいあるからさ、今から頑張ってやっていきたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。